はい、億万長者合宿をご覧の皆様、なんか最近はね、すごくいい話ありがとうございましたとかね、参考になりましたとかメッセージいただくんで本当に嬉しいなと思いますけども、まあこの動画ってのは吉谷さん一人に送ってるんで、再生数が1になることが目標なんですよ。ですから再生数が増えない方がいいかなと思ってるんですけども、まあご覧になってくださってる方がね、何かの役に立っていただければ、まあ流れ玉が当たるみたいな感じですよね。中にはね、腹が立つ人もいると思いますけども、それはすみません吉谷さんとのワントゥーワンメッセージでございます。で、今回は自分革命ということでメッセージいただいたんですけども、じゃあね、価値を高めるっていうお話がありましたけども、私は逆にですね、価値を、自分の価値を貶めることによってビジネスを成立させる、まあ最近の例をね、お話ししようかと思います。これは私の、まあ戦略の一つでもあるんですけども、そうですね、もう実例をいきましょうか。 Facebook にですね、私は政治ネタを結構今書いてます。そうするとですね、政治ネタを書くと別の考え方の方とか、ある特定の政党を攻撃したい方とか応援してる方っていうのが、私に対してものすごくね、コミットしてくるんですよ。意見を言ってくるんですよ。どういう意見を言ってるかっていうと、お前は何も知らねえなとかね、こいつはこうこうこうなんだよとかっていう風な感じで、私がね、全然ものが分かってないっていうところをすごくついてくるんですよ。で、もしくはこっちの方の人を応援すればこうなるのにみたいなことね、まあ本当にコメントが荒れると言いますか、素直に本当に普通に考えたら自分に対して不愉快なことがむちゃくちゃ並ぶんですよ。で、しまいには自分のコメント欄で争いが始まったりするんですよね。で、これは私の作戦なんですよ。じゃあどういう作戦かというと、私のコメント返しがどうなってくるかっていうと、こうなんですよ。すいません、私本当に分かんないんですよって。社会にもうね、 4,5 年出てないんですと。ずっと隠居暮らしをしてるんで、本当に世の中のことが分からないんで、よろしかったら教えてもらえませんかっていう風な形で、書き込みをしたりとかダイレクトメッセージを送るんですよね。そうすると、そういうふうな攻撃的な書き込みをする方とか、誘導的な書き込みをする方っていうのは、閉めたって感じでですね、私の方にものすごい長いリンクを送ってきたりとか、ものすごい長い文章をね、送ってきて力説するんですよ。で、しまいにはもう、お前はね、お前はって言ったりね、あなたはって言ったりするんですけども、本当に仕事してないのかと、世の中に出てないのかと、隠居ってなんだって聞いてくるんで、いや本当に隠居してるんですよと。もう全然仕事も当然してないし、人に会ってないんですよ。最近はコロナウイルスの話もあるんで、全然会ってないんですよと。で、47歳ですと。家族はありますと。一軒家ありますと。車庫には車もあります。でも用事がないんで、出かけないですねとか。出かけないから社会のこと分かんないです。分かんないんで、多分的外れなこと書くと思うから、不愉快だと思ったらコメント一生懸命書くんじゃなくて、多分もっと頭がいい人のことのところに行ってね、あなたのような人だったら頭のいい人と討論した方が面白いですよと。私は全然分かってないんで、私に討論しても、ああそうなんですか、分かりませんでした、知りませんでしたしか返信しないですよっていうふうにお答えするんですよね。そうするとね、いろんなやり取りの中で、じゃあ今ね、どんな活動をしてるんだとか、どうやって暮らしてるんだ、要するにお金を稼いでるんだってきますから、私が素直に答えるのは、一番最初に答えるのは、まあ若干 YouTube やってますっていうふうにお答えするんですよ。動画どれだっていうんで URL を送ります。そうすると URL っていうの2つ送るんですよ。1つはですね、今日アップロードした最新の動画を1個送ります。速稼塾のコンテンツですよね。で、もう1つはですね、一番再生数の多いナイト2000の動画を送るんですよ。再生回数47万回ってやるやつがあるんですけどね、その2つの動画を送ると態度が変わるんですよ。この車すごいっすねみたいなね、懐かしいなみたいになるんですよ。え、これ持ってるんですかとか言って、ほとんど乗らないんですけども車庫にありますみたいなこと言うんですよねで、もう一つが最新の動画です。チャンネル登録者数が、まあ、1万人ぐらいですけどもね、いるんですよね。そうすると、うわすごいですね、 YouTube って難しいですかってなるんですよ。その後は簡単です。もうご想像の通りでございます。だから自分の価値を落として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 いくことによって、まずは相手の方が優越感を持ってですね、私のことを解き伏せようとするわけなんですよ。で、いや私は大した人間じゃないんですよ、で、動画もちょっとやってるんですけども大したことないんですよって言ったら、ちょっと見してみろってくるから動画を見せると。そうするとすいませんでしたみたいになるんですよね。で、速稼塾ってのは何なんだっていう話、質問が来るんで、じゃあ速稼塾のホームページをね、こうお見せすると。そしたらいつの間にかメールマガジン登録してくれるというね、頼んでないんですよ。ホームページの URL リンクを送ってあげるんですよ。そうするとですね、ネットビジネスって何ですかって質問に変わるんですよ。ネットビジネスってのは主にアフィリエイトの音を指しますと。で、ネットビジネスには転売と、それからね、広告、この2つがあるんですよと。ネットビジネスっていう言い方をすると曖昧になるんですけども、私が言うには
アクセスを取るようなね、ホームページを作ったり、今だったら YouTube を作ったりして、たくさんの人に見てもらえば商品が売れる可能性高まるでしょってことをお話しするんですよ。で、そうするとネットビジネスって難しいですかと、 YouTube って誰でもできるんですかって質問に変わってくる。その時にもう言葉遣い変わってるんですよね。そしてあとはその方の身の上話が始まります。大抵同じパターンです。ここ2ヶ月ずっと同じです。自分は25ぐらいまでで大学出て、それから就職をしたんだけどうまくいかなくって、で今ね50歳前になったんですよ。じゃあ同じ年代じゃないですかみたいな感じですよね。私は広島県の福山市ってとこ住んでます。お近くだったらいらしてください。もしくは私も40歳まで広島市中区本通り 8-24 オープンリーチという赤字麻雀荘のオーナーでした。借金は3500万ありましたと。でそれから3年後私はネットビジネスで1億3800万稼いだんで、借金を全部返して一戸建てを買って、それから隠居してるんですよっていうストーリーを話すんですよね。で私が積極的に話そうとしなくても向こうから聞いてくれるんで、聞いてくれたことを答えると。で場合によっては動画の URL リンクを送ったりとか、自分の作ったサイトのリンクを送ったりとかするわけなんですよね。それだけで十分なセールスになるんですよ。私は一回たりとも速稼塾に入りましょうとか、速稼塾はいくらですっていうふうなメッセージを送らないんですけども、今でも塾に入りますかっていうふうに来るんですよね。だからね、自分の価値を高めるばっかりじゃないんですよ。私が思うのはどんな革命かっていうと、自分の価値を下げてみようって革命なんですよ。でどうしてもね、相手と張り合おうとするから向こうも意固地になってくるんですけども、いやすいませんけど私はどんな人間でもないんですよと、ほんとしょうもない人間なんですよ。ただもうしょうもなすぎて隠居してるんですよと、社会出ちゃったんですよ、仕事は多分一生しないと思いますということをお話しするんですよね。まあ場合によっては金利で貯めてますみたいな言い方をします。海外の銀行にお金を預けてそれでやらせてもらってますと。で種銭は作るのはネットビジネスアフィリエイトでいきました。アフィリエイトは全国ランキングトップ10もしくはトップ5に18ヶ月連続で入っていて、その頃の月収は300万前後だったですかねというふうなことをお話します。これも聞かれるから話すんですよ。自分から喜んで話すわけじゃなくて、聞かれたらしょうがなく話すような感じなんですよね。今は全然やってないですけども、その頃は45歳か6歳の頃は300万アフィリエイトで入ってましたかねって、ランキングにもだいたい毎月入ってたんで、これがスクリーンショットですみたいなの送るんですよねまあそういうふうなね、価値を落とすセールスもあるんではないかなというのが私の自分革命のお話でございました。でこれがね、全部実話っていうんだから面白いですよね。麻雀店をやる前から私は動画なりFacebook のコンテンツなりがあったりするんで、そっから引用してきて、当時はこうですよ、当時はこうですよ、今はこうですよって全部送れるんですよね。だからね、アウトプットをしておく、インターネット上に自分のログを残すってことは、結局は自分の財産、資産になって、後の人生も自分を豊かにしてくれる、助けてくれると、証明してくれるってことになるんではないかなと思います。そうなるとですね、インターネットのログを残してない方っていうのは、その場の自分の言葉だけが全てなんで、信用されないっていうことにつながりやすいんではないかなと思うんですよね。それでは本日は以上です。